日本語通訳家の古澤です。こんにちは。はい、今日5月20日が台湾で何の日か知ってますか？はい、今日は愛しているの日なんです。なんで愛しているかっていうと、520の発音と愛しているの発音が似ているからなんです。では早速発音してみたいと思います。520を中国語でウアリンと言います。で、愛しているを中国語でウォアイニと言います。ぜひぜひ皆さん覚えてください。